and get your hand off my hips, and kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that kiss?へいらっしゃい、皆様、明けましておめでとうございます。キネイマルでございます。去年は肋骨折ったり、コインチェック事件に巻き込まれたり、チャンネル登録者数が1万人突破したり、いいことも悪いこともあった1年となりました。できれば今年はいいことだけ起こってほしいなぁなんて思っていますが、どうなることやら、とりあえず今年も1年よろしくお願いいたします。そして新年一発目の動画は、第一次世界大戦で起こったドイツ軍対大日本帝国軍の戦い、青島攻防戦を紹介していこうと思います。この戦いは、ドイツの東アジアの拠点である青島を、日本とイギリス連合軍が攻略した戦闘になるのですが、日本にとって歴史的にも結構重要な戦いにもかかわらず、なんか印象が薄い感じですよね。1914年8月4日、ドイツがベルギーに侵攻し、イギリスがドイツに宣戦布告すると同日日本は、戦争がヨーロッパ以外に波及しないことを希望し、日本の現世中立の立場が損なわれないことを期待する。しかし、イギリスが戦争に参加し、期待に瀕するなどの場合が来れば、同盟国の義務として必要な措置を取る、という表明を出します。要するに基本中立だけど、イギリス次第では参戦しますよってことですね。ただ、実はこの時の日本の本音としては、すぐに第一次世界大戦に参戦して、ドイツと戦いたかったんです。理由としては、ドイツと戦争になって、ドイツが所有している山東半島南海岸の広州湾租借地を占領することができれば、青島から西南までの広範囲にわたって、山東鉄道のドイツ利権を日本のものにすることができたからです。しかもここは日本にとってちょっとした因縁があり、1894年に起こった日清戦争で日本は勝利し、1895年の下関条約で、日本は清から両島半島を割譲されていたわけですが、1895年4月23日に、日本に対してフランス、ロシア、ドイツが、極東の平和の妨げになるという口実で、日本に両島半島を清に返還しろと要求してきます。これがいわゆる三国干渉で、この圧力に屈する形で同年11月日本は両島半島還付条約を清と結び、両島半島を清に返還することになります。この時、この三国干渉を正当化するのにフランスやドイツでよく使用された言葉に欧化というものがあるのですが、字面でなんとなく意味はわかると思いますが、黄色人種を差別する言葉ですね。欧化論といって、昔から白人はモンゴル帝国なんかの東方民族の侵攻に苦しめられてきた。そのため、黄色人種がヨーロッパ諸国に攻めてこないように抑圧しなくてはならないって考えなんですが、実はこの欧化って言葉と考えを世界に広めたのはドイツのヴィルヘルム2世なんです。この人は黄色人種が大嫌いで、日本が国際進出しようとしたのが気に食わなかったんですね。そのため日清戦争末期頃から、ヨーロッパ文明を守るために、日本は極東に追いやっておかねばならないと主張し、それが三国干渉へと繋がるわけです。そして三国干渉が行われた同年秋には、自分で原画を描いて、宮廷画家だった、ヘルマン・クナックフースという人に仕上げさせた、ヨーロッパの諸国民よ、諸君らの最も神聖な宝を守れという題名の絵を、ロシアのニコライ2世、アメリカのマッキンリー大統領、フランスのポール大統領に送ったりもしています。ちなみにこの絵は、ヨーロッパの女神たちがキリスト教の大天使ミカエルと共に、天苑を燃やしているブッダに戦いを挑もうとしているところなんだそうです。ブッダもいい迷惑ですね。そして三国干渉から2年後の、1897年11月1日、山東省西部の巨の県でドイツ人宣教師2人が、大東会という民間の自衛組織のメンバーに殺害されるという事件が起こります。そしてこの事件を口実に11月6日、ヴィルヘルム2世は山東省にドイツ軍出兵を決定し、ドイツ東洋艦隊司令官オットー・フォン・ディーデリッツ率いるドイツ海兵隊によって、広州湾は占領されてしまい、1898年3月6日、ドイツは清と独身条約を結び、宣教師殺害の賠償として、ドイツは賠償金と、広州湾を99年間清から租借することが決定します。この99年っていうのは、中国語で99ということになり、永久と同じ意味となっています。つまり永久に広州湾を租借するということで、事実上の割譲ということですね。これがきっかけでロシア、フランス、イギリスなんかも、清から領土を99年間租借していき、中国分断が進んでいくことになります。ただこれ日本からしたらふざけんなってことになりますよね。極東の平和がどうとか言って日本の進出を邪魔したくせに、お前らも清から領土取ってんじゃんみたいな。そんなことがあって、第一次世界大戦が勃発すると日本はドイツと戦って、領土を是が非でも取りたかったわけですね。そして1914年8月7日、イギリスは東シナ海の、マクシミリアン・フォン・シュペイ率いる、ドイツ太平洋艦隊の捜索と撃破を日本海軍に要請してきます。ただこのイギリスの要請は、あくまで海上に限定したもので、正式な参戦というわけではありませんでした。そのため日本は、一旦ドイツと戦争状態になってしまうと戦地を限定した軍事行動は難しいとして、イギリスに正式に日本も参戦させてほしいと要求するのですが、しかしイギリスは日本が第一次世界大戦に参戦するのを嫌がり、8月10日にこの要求を取り下げます。イギリスも日本の領土拡大を恐れていて、日本にドイツの領土を渡したくなかったんですね。
そのため広州湾を奪取した際は、青島の利権はイギリス、もしくはフランスが引き継ぎ、日本の軍事助力への返礼は財政援助で行う予定でした。しかしどうしても青島が欲しかった日本は、軍隊の準備やら天皇陛下から内諾を得るための手続きなんかを、すでに済ませていて、あとはドイツに宣戦布告するだけみたいな状態だったんです。そのため8月11日、日本はイギリスに再度参戦要求を行い、8月13日に、ドイツ占領地以外では軍事行動をしないという条件と、当時の日本国首相大隈重信が、今回の参戦による領土的野心はないと述べたことによって、イギリスは日本の第一次世界大戦参戦を認めます。こうして日本は協商国側で参戦することになり、8月15日、日本はドイツに中国方面のドイツ艦隊を退去させるか、武装解除せよ、広州湾租借地を中国に返還するため、9月15日までに日本に無条件で引き渡せ、という最後通牒を突きつけます。しかし、日本のこの要求をドイツは無視、回答期限の8月23日正午を過ぎても返事がなかったため、同日日本はドイツに対し宣戦布告を行います。ただ、この日本のドイツに対する宣戦布告っていうのは批判も結構あって、日英同盟を結んでいたとはいえ、この時っていうのは別に日本はドイツと直接揉めてたわけではないんです。三国干渉の際、裏で糸を引いていたのはドイツのビルヘルム2世ではあったものの、その後は一応表向きドイツは日本の侵攻国だったわけです。そのため日本のこの行為は、第一次世界大戦を利用した火事場泥棒なんて言われることもあります。要するに日清戦争とか日露戦争なんかと違って、この時の日本は自国の一方的な利益のため参戦したんです。そのため、元老山縣有朋は、ドイツも我が国の侵攻国であることを忘れてはならないと、ドイツとの戦争に反対し、日本の初代外務大臣を務めた井上馨も、ドイツと戦うのに否定的だったそうです。政治って難しいですね。とにかくそんなこんなあったわけですが、日本はドイツに宣戦布告し、青島攻防戦が勃発することになります。日本は神尾光臣中将率いる、独立第18師団約4万9000人を山東半島に派遣し、9月2日、山田義水少将が指揮する主力部隊第1陣が、竜口湾に上陸を開始します。ただこの時ちょうど台風が直撃し、暴雨の影響で上陸やその後の予定なんかが遅れてしまうのですが、9月24日には側木に陣営を構え、堀内文次郎少将が指揮する第2陣も24日に老山湾からの上陸を完了させると、同様に24日、ナサミエル・バーナジストン少将率いるイギリス軍も老山湾からの上陸を完了。青島攻略の準備を進めます。そして9月28日、日本軍とイギリス軍は小山と沖山を占領すると、この場所に約1ヶ月をかけて、重砲陣地や塹壕、補給のための鉄道なんかを敷設して、青島攻略のための陣地を整備します。日本がここまで準備に時間をかけた理由は、日露戦争の時、無謀な歩兵突撃で大勢の戦死者を出してしまった反省と、増援が来ない孤軍であるため、無駄な犠牲を出さないように慎重な方法を取ったからだそうです。ちなみに、陣地を整備している途中の10月13日、ドイツ軍のルンプラータウベ1機と、日本軍のニューポール NG1 機と、モーリス・ファルマン水蒸気3機による航空戦が行われ、これが日本軍が行った初の航空戦となっています。ただこの戦いは数では日本が有利でしたが、ドイツ機の方が操縦性で勝っていたため撃墜することができず、結局このドイツ軍機は11月6日に青島を脱出しています。なんかしょっぱい感じですね。まあそれはいいとして、10月31日、大正天皇の誕生日に青島攻略の準備を終えた日本軍は、守備兵力約4900人のドイツ軍に対し砲撃を開始、総攻撃に移ります。1ヶ月もかけた準備と、この戦いで初めて実戦に投入された新兵器、45式24センチ榴弾砲を使用した砲撃は、ドイツ軍の要塞を次々と破壊していき、大方破壊し尽くしたところで歩兵部隊の突撃により、日本軍はドイツ軍の要塞を次々と占拠していきました。この日本軍の猛攻に対し、ドイツ軍は11月4日には日本に露覚されることを防ぐため、広州湾に残っていた残存艦と、オーストリア軍の巡洋艦カイゼリン・エリザベトを爆破し、早くも敗戦処理を始めます。ちなみにこのカイザリン・エリザベトという船、1914年6月28日、サライボ事件が起こったちょうどその時、日本に親善訪問していたんです。この時代、日本とドイツはいろいろあって微妙な関係だったわけですが、逆にオーストリア・ハンガリー帝国と日本はすごく仲が良かったんです。サライボ事件で暗殺されたフェルディナント大公も親日家で、1893年にはこのエリザベトに乗って日本に来てるんですよ。そのため日本は、ヨーゼフ一世の皇后、エリザベトの名前を付けられたこの船とはできれば戦いたくなかったんです。そしてそれはオーストリア・ハンガリー帝国側も一緒で、青島攻防戦が始まる前、両国の海軍はこっそり水面下で接触し、武装を解除したエリザベトを青島に入港させた後、乗組員は鉄道で安全なところに移動させるということで合意するわけですが、ビルヘルム2世が、青島のエリザベトのことをオーストリア・ハンガリー帝国の駐在武官に尋ねてしまったため、結局オーストリア・ハンガリー帝国と日本は戦わなければならなくなってしまいます。
この時のオーストリア・ハンガリー帝国は経済も軍事もドイツに頼りっきりだったため、ドイツの敵国である日本と戦いたくないとは言えなかったんです。日本とオーストリア・ハンガリー帝国からしたら余計なことしやがってって感じですね。そんなちょっと悲しい出来事があったわけですが、その後の11月7日、日本軍がビスマルク山とモルトケ山の各砲台を占拠すると、ドイツ軍はその日に降伏し、11月16日、日本軍は青島に入城し青島攻防戦は終結しました。この戦いは、日本陸軍史上最も合理的な戦闘を行った戦争の一つと言われているのですが、戦闘開始から約1週間後にドイツ軍が降伏したため、指揮官である神尾光臣中将に対し、慎重すぎるだとか、弱いドイツ軍に対し1ヶ月も時間をかけて準備したなんていう批判があったそうですが、これは因果が逆で、ドイツ軍が弱かったから戦闘が1週間で終わったのではなく、戦闘に入る前にしっかり準備したから1週間で戦闘を終わらせることができたわけですね。ただ、この1週間で戦闘が終わったことによって、その後ちょっとしたトラブルが起きます。この戦いでドイツ軍とオーストリア・ハンガリー帝国軍、そして民間人合わせて約4700人が捕虜になったわけですが、日本側の予測よりも早く戦闘が終わってしまったため、捕虜を収容する施設が足りなかったんです。そのため施設や設備が整うまで脱走騒ぎなんかも起こったのですが、設備が整った後は捕虜に対する虐待もなく、捕虜の自由もかなりの部分認められ、国際的にも日本の対応は高く評価されることになりました。そして1918年6月1日、徳島県坂東町にあった坂東捕虜収容所で、青島攻防戦で捕虜になったドイツ兵たちによる、ベートーベンの第9が演奏されています。これが日本で初めて第9が演奏された瞬間で、このエピソードは2006年にバルトの楽園というタイトルで、松平健とブルーノ・ガンツ主演で映画化されています。他にも1919年3月4日に、広島県物産陳列館で開かれたドイツ作品展示会で、日本で初めてバウムクーヘンを作ったカール・ユーハイムも青島攻防戦の時の捕虜です。そしてハムとかソーセージのローマイヤ社の創業者、アウグスト・ローマイヤーもこの戦いの時の捕虜ですね。火事場泥棒とか言われちゃってますが、この戦いが起こっていなかったら、もしかしたらローマイヤ先輩は存在していなかったかもしれないですね。ちなみに私はハチミツとクローバーの実写版で、ローマイヤ先輩役をキムニーにしたの未だに許してないから、それでは今回の動画いかがでしたでしょうか。奇跡的にこの動画にたどり着いた方、アドバイス、感想などお待ちしています。チャンネル登録なんかしてくれると嬉しいです。それではご視聴、ありがとうございました。